ちょっと見ていきましょう。おー、いいですね。はい、どうも、キジンです。はい、ということでね、今回もマインクラフト 1.20.1 自作モッドの付け方やっていきましょう。ということで、まあ、よろしくお願いします。はい。で、まあ、今回ですね、まあ、前回の、まあ、続きの動画ということで、まあ、前回ね、ブロックのクラスを作ったんで、まあ、そのクラスをね、まあ、登録して、まあ、ゲーム内の方に反映させていくっていう感じになっております。ということで、まあ、今回ね、ブロックの登録の方ですね。まあ、1.18 とかのね、シリーズとはね、まあ、ちょっと登録方法が、まあ、変わってるよということで、やっていきますんで、よろしくお願いします。ということで、まあ、この動画シリーズはですね、まあ、キジンさんがマインクラフトのモッドの作り方とか、まあ、Java のね、プログラミングについて、まあ、少しずつ勉強した内容を皆さんにわかりやすく伝えていくっていうシリーズになっております。なのでね、何かお気づきの点などありましたら、コメント欄の方でね、書いていっていただけると、今後の動画ね、どんどん良くなっていくかなと思いますんで、よろしくお願いします。で、まあ、今後もね、モッドの付け方シリーズやっていきますんで、まあ、続きを見たいよっていう方、応援してくれる方は、まあ、チャンネル登録、高評価の方ね、励みになりますんで、ぜひよろしくお願いします。ということで、まあ、今回のね、モッド制作楽しんでいきましょう。はい、ということで、ステップ2、ブロックを登録しようということで、まあ、やっていきます。はい。まあ、前回のね、まあ、続きということで、まあ、ステップ2からね、やっていきますと。で、まあ、前回作ったね、まあ、こっちのブロックのクラス、まあ、こっちを、まあ、登録しないと、まあ、ゲーム内にね、反映されませんので、まあ、今回ね、まあ、登録していくよっていう感じですね。で、まあ、登録の方法なんだけど、まあ、1.18 とかね、1.16.4 のシリーズの時は、レジストリーイベントっていうのでね、まあ、登録してたんですよ。まあ、今回もね、まあ、レジストリーイベントみたいな感じで、まあ、登録するんですけど、まあ、もう一個ね、登録方法があって、まあ、アイテムの時にもね、まあ、やったと思うんですけど、まあ、アイテムの時にね、デファーレットレジスターかな。まあ、こっちはね、まあ、フォージが、まあ、結構推奨してるね、まあ、この登録方法なんで、まあ、こっちをね、まあ、今回使っていこうかなと思います。ということで、まずは、まあ、レジスターのね、このレジのパッケージで、ニュージャパクラスとしまして、まあ、名前は、まあ、ブロック登録用のね、クラスなんで、キジンモッド、ブロックスと。ブロック登録したやつをまとめとくクラスだよっていう感じになっておりますと。まあ、こちらのクラスでね、まあ、今回ブロックの登録は完結させようかなと思いまして、まあ、ブロックってね、ワールドにブロックとして設置されている状態の時と、アイテムとしてね、プレイヤーが手に持ってたりとか、まあ、地面でね、まあ、プカプカ浮いてたりとかね、まあ、する状態っていうね、まあ、アイテムとブロックの状態がね、まあ、あるわけなんで、まあ、そっちのね、両方を登録しないといけないわけですね。ということで、まあ、こっちのブロックのクラスで、パブリック、スタティック、クラス。もう一個クラス作りまして、ブロックスっていう、まあ、クラス作ります。で、まあ、このブロックスのクラスでは、ワールドに置かれてる、まあ、設置されてる状態のね、まあ、ブロックを、まあ、ここで登録しといて、もう一個ですね、パブリック、スタティック、クラスとしまして、ブロック、アイテムズという感じでね、こっちのブロックアイテムズの方では、まあ、手に持ってたりとか、まあ、地面に捨ててね、ぷかぷか浮いてる、アイテムとしてのブロックですね。を、まあ、登録していきますっていう感じでね。まあ、二つ作っておきます。まずはね、こっちの設置されてる、まあ、ブロックとしてのブロックを、まあ、登録していきます。はい。パブリック、スタティック、ファイナルしまして、デファーレットレジスターですね。はい。呼び出しておきますと。で、まあ、こちらが、ブロックを登録しますんで、まあ、ブロックと。まあ、ブロックね、クラスいっぱいあるんですけど、まあ、こちらね、ネットマインクラフト、ワールド、レベル、ブラックっていうやつですね。まあ、こちら選んでください。で、そしたらですね、まあ、これ、名前ですね。まあ、大文字で、ブロックスと、まあ、しておくと分かりやすいかなと思います。で、まあ、これイコール、デファードレジスターの、ドット、クリエイトとしまして、
まあ、今回ね、選ぶのが、こっちの iForge Register ってやつと、まあ、ストリングの元の ID ですね、を、まあ、設定していきますと。iForge Register の方が、Forge Registries ってやつですね。まあ、S ついてるやつ、選んでください。Forge Registries の、まあ、ブロックだよってことで、まあ、今回ね、ブロック登録するので、まあ、ブロック数と選んでおきますと。で、ストリングのね、mod の ID の方は、まあ、メインクラスでね、設定した ID の方を登録していくんで、基準 mod の、mod ID と呼び出しておきますと。まあ、こんな感じでね、まあ、deferred register の方は OK ですね。で、まあ、今回ね、まあ、前回追加したブロックのクラスをね、まあ、登録していくんで、public, static, final, registry, object と、はい。まあ、オブジェクトをね、まあ、登録しておきますよと。で、まあ、どんなタイプのオブジェクトかなっていうと、まあ、ブロックのタイプのオブジェクトだよって言って、まあ、ここのね、名前なんですけど、まあ、ここは、まあ、ブロックのね、登録するブロックの名前にしてきます。基準、アンダーバー、ブロックと。まあ、こんな感じですね。で、まあ、これイコール、上の、まあ、ブロックってやつで、ブロック数ってやつで、レジスターとしまして、まあ、ここで登録していく感じですね。で、まあ、ここで書くのが、ストリングネームと、サプライヤー。サプライヤーっていうのが、ブロッククラスをね、まあ、登録するブロックのクラスを、まあ、ここで呼び出してくださいっていう感じになります。ということで、まずね、このストリングの方は、まあ、ブロックの ID ですね。まあ、設定していきますと。なんで、基準、アンダーバー、ブロックと。まあ、ブロックの ID ですね。まあ、アイテムの時も言ったんですけど、まあ、この ID 系のやつは、まあ、小文字のアルファベットでね、まあ、設定してください。あと、まあ、こういうね、アンダーバーとか、まあ、ハイフンとかね、まあ、入れられたりしますんで、大文字とか入れちゃうとね、まあ、エラー出ちゃうんで、まあ、気をつけてください。で、サプライヤーの方ですね。まあ、サプライヤーは、まあ、前回追加したブロックのクラスを、まあ、ここで呼び出したいので、ブロック、基準ブロックのクラスで、コロンコロンとしてあげて、まあ、ニューですね。まあ、こうすると、ブロック基準ブロックのクラスの、コンストラクターがね、まあ、ここで参照される感じになりますんで、まあ、これでね、OK かなと思います。ということで、ブロックとしての、まあ、ブロックの方のね、登録はこんな感じで OK です。はい。で、まあ、次ですね。まあ、アイテムとしてのブロックですね。まあ、登録していきます。まあ、大体ね、上のやつと一緒なんで、まあ、これコピーしてきまして、まあ、下にペーストと。で、ですね、まあ、変えなくちゃいけないのが、ここですね。ブロックとして登録するんだけど、まあ、アイテムとしてのブロックなんで、まあ、ここアイテムなんですね。はい。まあ、アイテムのカテゴリーで、まあ、ブロックを登録するよっていう感じになります。ネットマインクラフト、ワールド、アイテムですね。はい。まあ、こちら選んでください。まあ、ここのね、大文字の名前のやつも、まあ、ブロックじゃなくて、ブロックアイテムなんで、ブロック、アイテムズと、はい、しておきます。で、まあ、デファードレジスターのね、まあ、ここエラー出てるんですけど、これはね、まあ、ここですね。まあ、ブロックじゃなくて、アイテムとして登録するんで、アイテムズと、これね、しておきますと。で、まあ、こっちの2行目に行ってもらって、まあ、ここもですね、まあ、オブジェクト、何のオブジェクトなのっていうと、まあ、アイテムのオブジェクトですよと、はい、まあ、しておいて、まあ、名前はね、まあ、このままでいいかなと思います。はい。まあ、基準ブロックのね、アイテムなんでね。まあ、ここですね。まあ、ブロックスってなってるやつを、ブロックアイテムズにしておいて、レジスターの方ですね。まあ、ここね、アイテム登録してるって言ってんのに、まあ、ブロックのね、クラスがここで参照されちゃってるんで、まあ、エラーが出てるんですね。まあ、これ一回消しまして、新しくね、まあ、ブロックアイテムとして、まあ、登録する感じにしておきます。次ですね、サプライヤーを追加してくださいってことで、まあ、これ、サプライヤー何って言うと、まあ、このアイテムのね、クラスを、まあ、参照させてくださいっていう感じですね。まあ、上でもさ、まあ、
ブロックのクラス参照したじゃないですか。まあ、そんな感じで、まあ、アイテムの、このブロックアイテムのクラスをね、まあ、ここで参照してくださいみたいな感じなんですけど、まあ、今回ですね、まあ、ブロックアイテムのクラスというか、まあ、このね、鬼人ブロックについてのアイテムのクラスね、作ってないので、まあ、参照できないわけですね。まあ、その場合ね、まあ、どうするかというと、まあ、前回の動画でも言ったかな。まあ、サプライヤーで各格好出てきたら、まあ、大体ね、ラムダ式でなんとかなると。サプライヤーだからラムダ式使うっていうわけではないんですけど、まあ、クラスをね、用意していない場合に、それでもなんか呼び出しておきたいっていう時に、まあ、ラムダ式ってね、まあ、ちょっとね、使うには条件がいろいろあるんですけど、仮想のクラスを作って、まあ、それのね、メソッドとか、まあ、処理が、まあ、ここに書けるわけですよ。まあ、なんで、まあ、今回で言うと、鬼人ブロックのこのアイテムのクラスを、まあ、仮想で作っといて、なんかここで呼び出しますよ、みたいなね、感じにしておきますと。で、まあ、今回ね、ブロックアイテムのクラスなんで、new ブロックアイテムと言いまして、まあ、ブロックアイテムのね、何のブロックのアイテムなのかなっていうと、このね、鬼人ブロックですよね。はい。なので、まあ、上で作った鬼人ブロックの、ブロックを呼び出しますと、ブロックスとしまして、まあ、上のね、クラス呼び出して、鬼人ブロックの、ゲットと。このディファードレジスターで登録する場合は、このね、最後に呼び出すとき、ゲットっていうのが必要になりますんで、まあ、気をつけてください。であとは、アイテムとしてのプロパティですね。まあ、設定していきます。new item properties としまして、まあ、今回ね、ファイアレジスタント、まあ、鬼人のシリーズのアイテムって、まあ、大体全部ファイアレジスタンスをついてるんで、まあ、これをね、ちょっと追加しておきます。まあ、他のもね、なんか、レアリティとかあったらね、ちょっと面白いかもしれないですね。入れておきますと。という感じで、まあ、これでね、ブロックとしてのこの鬼人ブロックと、まあ、アイテムとしての鬼人ブロックですね。まあ、登録できましたと。で、ID に関しては、まあ、これね、一緒で大丈夫なので、まあ、これでね、合わせておきますと。で、次ですね、この、ディファードレジスターをね、メインクラスの方で呼び出さないと、これ反映されなくなっちゃうんで、それを、まあ、ちょっとやっていきますと。まあ、ここのアイテムの下でいいかな。はい。鬼人モッド、ブロックスの、ブロックスと、のレジスター、バスと。おいて、まあ、イベントバスですね、登録しておきますと。あと、まあ、アイテムの方もですね、鬼人モッドブロックスの、ブロックアイテムズの方の、ブロックアイテムズですね、まあ、これレジスターとしておいて、バスと、まあ、イベントバスね、呼び出しておきますと。まあ、これでですね、まあ、ブロックの登録の方ね、まあ、完了となります。で、あとはですね、まあ、せっかくね、まあ、ブロック追加したんで、クリエイティブタブの方もね、まあ、設定していきましょう。まあ、こっちのね、鬼人メインのタブの方ですね。今ね、鬼人のインゴットと、桜の木材と石が設定されておりますね。はい。まあ、せっかくなんで、まあ、インゴットの後ろにですね、鬼人モッド、ブロックスの、まあ、ここね、配列がアイテムの配列なので、ブロックアイテムズにします。で、鬼人ブロックと、まあ、呼び出しておきますと。まあ、ドットゲットですね。はい、しておきますと。では、これでね、まあ、タブの方にも、まあ、設定できたんで、まあ、クリエイティブモードでね、まあ、取り出せる感じになりました。ということで、ブロックの登録の方ですね。まあ、こんな感じでいいかなと思いますんで、ステップ2、ブロックを登録しよう。完了です。お疲れ様でした。まあ、ゲーム内にね、反映されてるはずなので、まあ、ちょっとランチャー開いてね、見ていきましょう。はい、ということで、いつものワールドの方にやってまいりました。はい、夜ですね。はい。ということで、まあ、今回ね、鬼人ブロックね、明るさの設定もしたんで、まあ、ちょっとね、そっちの方も見れるかなっていうことで、いいかなと思います。はい。やっていきましょう。ということで、じゃあ追加されてるかどうかね、まあ、早速見てみましょう。よいしょと。はい。これですね。まあ、ID の方がね、まあ、鬼人ブロックになっておりますね。これが追加されております。まあ、ちょっとね、まだテクスチャーの設定とかが、まあ、できてないんで、
またね、まあ、こんな感じの、なんか紫と黒の変なやつになってますけど、まあ、一応ね、ゲーム内に出現させることはできておりますと。まあ、この時点で、まあ、エラーが出てなかったら、まあ、あとね、テクスチャー設定して見た目変えるだけなんで、はい。まあ、いいですね。ということで、まあ、ちょっとね、早速設置していきますか。なんか暗いとことかがいいよね、やっぱりね。こういう滝んところとか、よくない?よいしょ。はい。いいですね。音もね、しっかりね、金床の音になっております。うるせえ。で、まあ、壊すときもね、これ音するんだよね。あ、これは、あれ?金床って壊したとき、音、これだったっけ?なんかもっとのチャリンみたいな音しなかったっけ?これか。あ、これ壊れるときはこの音なんだ。なるほど。でも置くときうるさいっすね。で、まあ上歩いたときの音も、まあ、ちょっとわかりづらいけど、まあ、まあ、金床ですね。はい。まあ違いといえば、こう、金床ってさ、落とせるじゃん。それがないよっていう。はい。あ、これ、着地した時の音いいな。あ、これ、なりたいよね。これ、鳴らしたいけど、また別のね、サウンドかなと思いますけど。はい。いいですね。はい。ということで、まあ、このね、明るさの設定とか、音の設定もいい感じになっておりますと。あ、ちょっと爆発耐性とかもね、ちょっと見ていきましょうか。すげえうるさい。はい。まあ、上空にね、置きましたんで、まあ、下には影響ないかなと思います。なんかこれ配置変わってさ、見つけづらくなった説もあるよね。ちょっと慣れてないだけかもしれないけど。まあ、これで爆発耐性もいい感じかなと思います。ちょっと見ていきましょう。おー、いいですね。絶対破壊できない。絶対破壊できないぞ、爆発では。はい。はい、ということで、今回ですね、まあ、ブロックの追加というか、まあ、登録ということで、まあ、ブロック登録して、まあ、ゲーム内にね、まあ、自分のブロックが出せるように設定していきました。まあ、次回ね、まあ、テクスチャーとかやって、まあ、ちょっと見た目とか、まあ、その他、いろいろね、整えていこうかなと思いますんで、よろしくお願いします。ということで、まあ、この動画ね、お役に立ちましたら、チャンネル登録、高評価の方、励みになりますんで、ぜひ、よろしくお願いします。で、何かね、お気づきの点などあれば、まあ、コメント欄の方でね、まあ、書いていっていただけると、まあ、今後の動画ね、どんどん良くなっていくかなと思いますんで、よろしくお願いします。ということで、まあ、今回もね、最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあ、また、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。